富山県立富山東高等学校は、富山県富山市北東部の下井井の新たに所在する、公立の高等学校。卒業生の多くが、国公立大学、私立大学に進学する、市内では有数の進学校として知られている。理数科を有する、県内の他校に対し、より実験や観察を重視する、普通科自然科学コースを設けている。なお3年ごとに、 東窓祭りが開催され、その時は文化部発表会は開催されない。修学旅行はない。6月中旬に行われ、赤集団、白古団、清流団、騎士団の4団で構成される。9月下旬マイナス10月上旬に行われる、この学校の伝統的な行事の一つ。各学年ごとに15から 20km 程度のコースが設定され、1日かけて歩く。 競って歩く競歩ではなく強い心を持って最後まで歩き抜くことを目標としている。歩くコースは年度ごと学年ごとに異なる。最近の傾向としては1年時は海沿いの道を、2年時は山道を、3年時は一般道を歩く。服装は基本的に体操服である。また基本的に晴天、雨天関係なく欠航され、中止になったのは一度だけである。 目的地としては、ミラージュランド、グリーンパーク吉峰、隣チューリップ公園、太鼓山ランドなどがある。東窓祭りが行われる年度は9月中旬に繰り上げられる。3年に一度、9月下旬 -10 月上旬に行われる学校行事。文化部の発表も行われるが文化部発表会と違い、クラス単位での出し物もあり、他校生徒との交流も行われる。 記念公演では、例年有名な講師を招いており、2005年には、作家の畑正則が公演を行っている。直近では2011年9月22日、9月23日の、両日に、第18回東窓祭りが行われた。ありがとうございます。